ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本天霊と、大人も子供も明日も仲間でいられる安心の居場所、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルと、放課後等デイサービスの業務をスマホで効率化、株式会社ユーゴワークスの3社の提供でお送りいたします。ワインさんリスナーの皆さん、こんにちは。毎週火曜日の午後6時よりお送りいたしております、ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は千住から世界に発信、シーウェブからお送りいたしております。この番組へのご意見ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。千住アットマークシーウェブドット JP、 こちらのメールアドレスにお送りください。最初にワイン&子供ど真ん中プロジェクトと宛名をご記入いただきますと助かります。メールをお待ちしております。さあ、お待たせいたしました。本日はワインのライブをお楽しみください。それでは1曲目、オリジナルの月見草です。叶わぬ夢なら
はい、どうもありがとうございました。はい、本日は皆様からいただいたリクエスト曲2曲を演奏いたします。まず最初の曲は花嫁です。メッセージをいただいていますのでご紹介させていただきます。こんにちは。近頃高齢者の再婚が増えているみたいですね。私には想像できませんが、ボーイフレンドくらいは欲しいです。私の時代は覚悟を持って結婚しましたが、今は離婚率が高いらしいです。それどころか結婚すらしない方がかなり大勢いらっしゃるとか。古い歌ですが、花嫁という歌があります。どなたがお歌いになったのか忘れてしまいましたが、帰れない、何があってもなどの歌詞があった気がします。今の若い方に結婚は良いものですよとお伝えしたいので、この曲をリクエストします。よろしくお願いいたします。ということで、77歳のおばあちゃまからいただきました。花嫁です。花嫁。それでは2曲目のリクエスト曲をご紹介いたします。いちご白書をもう一度です。メッセージをいただいています。ワインさん、お久しぶりです。久しぶりのゴールデンウィークで心が華やぐ今日この頃です。この数年のコロナ騒ぎも落ち着き、前向きに生活ができるかもしれない。この数年家にいる時間が多かったため、
懐かしいものをたくさん見つけました。私はユーミンこと松任谷由実さんのファンなのですが、一生の宝物と呼べる品物がクローゼットの中に隠れていました。その中にいちご白書をもう一度のレコードがありました。バンバヒロフミさんのグループバンバンのレコードです。この曲の作詞作曲が新井由実さん、つまりユーミンさんなのです。懐かしいなと思いながらもレコードプレイヤーがなく聴くことができません。陽子さん、ぜひ歌ってください。よろしくお願いいたします。ということで、いつでも青春さんよりいただきました、いちご白書もう一度です。いちご白書もう一度。いつか君といた映画がまた来る。授業を抜け出して二人で出かけた。悲しい
がとうございました。次の曲はワインの配信第2弾のオリジナル曲です。配信開始日は未定ですが、ぜひ楽しみにしていてください。待っています。夢の中で。待ってます。夢の中で。夢に来てくれた。ずっと待っていたわ。ずいぶん会えなかったから、とても寂しかった。お別れはしたけれど、それは別のことです。こうしてあなたは私の中にいる。これからはいつも一緒ね。どちらかが望めば会える。待っていますよ。お別れはしたけれど、それは別のことです。こうしてあなたは私の中にいる。これからはいつも一緒ね。どちらかが望め、本日のワインライブ最後の曲です。絶賛好評配信中です。世界で一番の男にです。世界で一番の男に。世界で一番になってみせる。世界で一番の男に。自分の力が世界にどこまで通用するのか、試してみたいよ。自分の限界を超えてみたい。たった一度の人生だから、行けるところまで行ってみたい。世界で一番になってみせる。世界で一番の
男に世界で一番になってみせる、世界で一番の男に。どんなにわずかな望みだとしても、諦めなければ、必ずいつかは夢は叶うはずと信じて生きる。たった一度の人生だから、行けるところまで行ってみたい。世界で一番になってみせる、世界で一番の男に、世界で一番になってみせる、世界で一番の男に。一番になってみせる、世界で一番の男に、世界で一番になってみせる、世界で一番の男に、世界で一番になってみせる、どうもありがとうございました。続きまして、インフォメーションのコーナーに移ります。株式会社日本天霊からのインフォメーションです。葬儀のことで悩んでいませんか？日本天霊では明確な費用の提示、親身に丁寧で分かりやすい説明、そして日本天霊の開館使用料は無料とするなど、安心してご依頼いただける葬儀会社です。葬儀のことで悩む前に、ぜひ一度足立区矢在家の日本天霊にお越しください。日本天霊からのご提案です。葬儀の生前見積もりを取ってみませんか？葬儀の予算や会場、参列者など葬儀のイメージを考えることで、自分が何を準備したらよいのかが分かってきます。足立区矢在家の日本天霊までお電話お待ちしております。続きまして、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルからのお知らせです。児童支援スタッフ募集のお知らせです。常勤、パート、アルバイトを募集しています。児童指導員、保育士、教員、いずれかの資格をお持ちの方、また大学生や未経験の方も募集しています。元気な子どもたちの笑顔を増やすお仕事です。ご興味のある方は QR コードを読み取ってお友達追加をお願いいたします。続きまして、株式会社ユーゴワークスからのお知らせです。業務の無駄を省いて療育時間を増やす裏技があります。オンラインの無料説明会で詳しく聞いてみませんか？事業所のお悩みを一緒に解決します。お問い合わせは QR コードおよびデイロボで検索、どうぞよろしくお願いいたします。最後に、ワインのお二人からのお知らせです。ワインの新曲、世界で一番の男に、
絶賛好評配信中です。各種音楽配信サービスでご視聴ください。画面上の QR コードからも検索できます。どうぞよろしくお願いいたします。続いて CD を3枚ご紹介いたします。ファーストアルバム愛愛愛、2000円と消費税。2度目のさよなら透明な心、1000円と消費税。平成ぷよぷよ音頭大好きレインボー保育園、1000円と消費税。ご購入はワインコンサート会場でお願いいたします。最後にワインフェイスブックのお知らせです。毎日更新していますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。詳しくはワインホームページをご覧ください。漢字で和音、ひらがなでワイン、ワインで検索。どうぞよろしくお願いいたします。ワイン&子どもど真ん中プロジェクト、この番組の提供は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本典礼と、子どもは遊びの天才、そんな子どもと本気で遊ぶ大人がいる、児童発達支援放課後等デイサービスアスパルと、児童発達放課後等デイサービス支援ツールデイロボ、株式会社ユーゴワークスの3社でお送りいたしました。それでは来週火曜日午後6時18時にお会いしましょう。次回までお元気で、さようなら。